いちです。せいです。きなです。いざわです。めいです。なるです。ピンク、ラテ、ティ、ビー、始まるよ。イエーイ。何めっちゃ何よ何よ始まるようなね。ハートはい、ありがとうございます。いただいて今日はいちなる TV さんとのコラボです。ありがとうございます。見た瞬間から綺麗すぎてちょっとおーみたいななってるんですけど、緊張を隠しながらやっていこうと思います。はい、ということで今日の企画はピンクラテ1万円コーデ対決です。イエーイ。グループ2つで分かれてて、ピンキーさん、セリちゃん、ユナと、ナナさん、リンちゃん、ユザハちゃんで分かれて、テーマは自由で1万円以内でコーデを組んで対決をしていこうかなと思います。なんかあれだね、ちょっとあのガーリーチームっぽい感じ。確かに、ちょっとなんかお姉さんチームっぽい感じ。いやでもガチだからね。ガチだから、ね、うん、もう私ももうめちゃくちゃ教えてもらおうって思って地上入ってない、それ大丈夫。個人的なの入ってる。では早速やっていきましょう。せーの、どうぞ。一応なんて正チーム頑張りたいと思います。制限時間10分以内なので、決めて早くパパッと急いで時間ない時間ない。本当決めていきたいと思います。ます、よーい、スタート。はい、どうするどうする。テーマとさ、個人的にいっちさんがカジュアルっていうか、普段の SNS とかカジュアル系というか、そういう感じの確かにイメージがあるので、そっち系でいきます。ほんとここら辺とかめっちゃ可愛いなと思って、色がこうパッとこう生えて顔色が明るく見えそうな、これに合わせてちょっと作っていこう。はい、うん、なんか向こう可愛い系できそうな気がしま す, ね。ちょっとだからかっこいい系とか、なんかちょっとカジュアルな感じ。やばいやばいやばい、なんかそういう感じしようか。なんか行こう行こう行こう。じゃパンツでもいいんじゃない。全然可愛、ね、いけどね。可愛いよね。これめっちゃ万能じゃないですか。いや、これめっちゃ万能なんだよ。アメリカンスクール。あ、わかります。候補いっぱい出してきます。出そう、出そう、出そう、出そう。1万円収まる？あ、全然全然見てなかった。ね。え、これいいんじゃない？これ、こうやって。あ、いいですね。こっちも全然ある。出せた。ああ、帽子いけそうだよ。1000円で。今結構白でまとめてるから、はい、なんかね、差し色でもいいしね。迷っちゃう。ちょっとかけて合わせる、うん、そう、お店の人みたい。かけて合わせますね。はい、こんな感じになってるんですけど、合いますね。合いますね。結構なんでも合うんですけど、お客様の好みとかって。ああ、私結構あの差し色とか入れたいなと思ってて。じゃあ色物とか。色物、そうですね。やばいやばい、あとにはやばいやばい、こんなことしてる場合。どうするよ。うん、ちょうどいいと思う。ちょうどいいと思います。はい、じゃあ終わり。じゃあ終わりですかね。終わりです。私たちのチームは可愛めで攻めたいなって思ってるんですけど、頑張って時間内に1万円内で可愛いコーデを作っちゃいたいと思います。頑張ります。よーい、スタート。どうしましょう。ガーリーだからなんかとびっきりも可愛いみたいな感じにね、したいね。あ、さっき可愛いブラウス。あ、可愛い。めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛いね。え、これ私大賛成。じゃあトップスはこれに決定して、これをベースに考えていきます。そうですね。柄物のスカートとかでも、あ、でも1万円ですよ。あ、待って、値段見てなかった。3800円。お、オッケーオッケー。無地だとシンプルすぎるね。うんうん、確かに値段違うのかな。あ、で 60% じゃん、どっちも安っ。じゃあ3190円の 60% 分だから、まあ半額以上ってことで。あ、いいいいですよ。かわいい。え、めっちゃ合いそう。めっちゃかわいい。かわいい。買っちゃうんじゃない、これ買っちゃうわ。どうじゃないですか。いくらくらい。確かに、待って、値段、私値段を忘れそうになる。いつも忘れなきゃ。頑張って、いい感じ。うんうん、あらー、あ、いい感じ。これは買っちゃいますね。買っちゃいます。じゃあこれにするか。これにしちゃいましょう。うん、え、でもくまちゃんいて可愛い。確かに、でも黒の方が確かに、ね、これも茶色だし、茶色だし、うん、黒がいいかな、このリボンに合わせて。ということで、私たちこちらで決まりました。イエーイ。
え、でもどっちもめっちゃ可愛い。10分足りなかったよね。足りなかったですね。ワイニーさんもよく多すぎて、どうしようと思って、いろんな組み合わせがね、できるなと思って。ヒールポイントを紹介していきたいと思います。はい、まあ、まずトップスをね決めたんだよね。はい、スポーティーさも兼ね備えつつちょっとカジュアルな感じなので、これに合わせてねいろいろ選んだよね。はい、はい、なんか白がベースなんだね。そう、なんかねスカートに合わせるかズボンに合わせるか迷ったんですけど、なんとなくねあっちガーリーで行きまして、おー、ちょっと見抜かれてた。そう、私たちはちょっとねパンツルックにしてみました。はい、なんか帽子もすごいなんか特徴的でふわふわしてるやつ。これみんなで決めたんですけど、あとボアでなんか素材違いですごいこれも目立つかなと思って、はい、色もちょっと変えて選んでみました。なる3名ゆずはちゃんチームのお洋服のアピールポイントを紹介したいと思います。まずトップスから選んだよね私たちも。そうなんです、本当にガーリーにぴったりなトップス見つけてこっちをベースに選んだんですけど、メダンとの戦いって感じもうスカートも落ち着いてる感じの色で可愛いし、なんかこのリボンとかもこのリボンと合ってて、なんかまとまりが出たコーデになったなって、結構統一感を出しましたね。そんなに選べた？なんか小物多いよね向こうで。私たち3つしか。このスカート 60% オフなんです。靴下も 40% オフなの。買い物上手だね。今リボン、アクセサリー、帽子じゃなくてリボンにすることで、お値段を抑えて。めちゃくちゃお気に入りだよね。お気に入り、私たちも着たいなと思うお洋服が選びました。これなんか審査員の方がそう、もう独断と偏見で決めました。すいません、すごい偉い人が。すいません、私が本当に独断と偏見で今のアピールポイントを聞いて決めさせていただきます。皆さんがアピール言い終わりましたか？大丈夫ですか？ちょっと決めちゃう。色がさ、すごいやっぱり あるよね。同じ色も他にはない場所だけど、統一感もね、すごい。決めさせていただきます。今日のピンカラテ1万円コーデ対決の勝者はで、イッチーさん、ユナセッキー。やったー、やった、嬉しい。決め手は、決め手あります。決め手はカジュアルなスポーティー系だなって思ったんですけど、それにこの帽子を合わせるっていうのが新鮮だなと思って、なんかおしゃれ上級者な感じがして選ばさせていただきました。ありがとうございます。ナルさんチームのもリボンいっぱいあってめちゃめちゃ可愛かったです。ありがとうございます。自信が出ちゃった今。だからなんかこういう洋服とか作ってみたいなっていう気持ちになった。私もなんかすごいなんかデザインしてみたいなって思ったね。うん、ほんと可愛いお洋服が多くてすごく楽しかったです。はい、ということでちなる TV さんとのコラボ動画も概要欄に貼ってますので、ぜひ皆さんチェックお願いします。お願いします。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、数字4、よろしくお願いします。バイバイ。